全国チェーン無天くら寿司の店長が、自丸した件に関して、新たな展開がありました。まずことの発端は、くら寿司の店長が、車の中に火を放って自丸した、件です。あまりにも衝撃的な出来事だったため、この件は広く世間に拡散されました。しかも現場がくら寿司の駐車場ということもあり、かなり闇が深そうですね。この件について、くら寿司でパワハラがあったのではないか、という報道がされています。しかしくら寿司は、パワハラの存在を否定しており、あくまで個人的な事情によるものとして、仕事が原因であることを否定しています。一方、遺族はこれに反論しており、弟は仕事で苦しんでいた、と取材に答えています。くら寿司の発言と、遺族の主張に食い違いがあります。どちらの主張が事実なのかは、現段階では何とも言えません。そんな中、文春でこんなタイトルの記事が、掲載されました。くら寿司は遺族を恫喝した、正真自丸した店長の姉か告発。という記事です。この記事の内容について詳しくは触れません。文面から判断すると、文春の完全な創作ではなく、実際に遺族に取材しているようです。ただ読んでいて本当なのか、と思う部分も正直ありました。遺族を疑うようで申し訳ないのですが、ブラックすぎてちょっと現実感がないというか、こんな会社が本当に存在するのか、という感想を持ちました。なので録音などがもしあれば、ぜひ文春には開示してほしいですね。もし録音があれば、それが決定的な証拠となるので、かなりとんでもないことになるはずです。文春のことだから、もうすでに用意しているのかもしれませんが、さて、くら寿司を語る上で、どうしても紹介しておきたい騒動があります。産経新聞の記事、無添加、イカ様臭いと書き込んだ人物の情報開示、認められず、無添くら寿司運営会社が敗訴、東京地裁、から引用させていただきます。インターネット掲示板上に、無添という表現はイカ様臭い、などと書き込んだ人物の、情報開示を求めた訴訟の判決が12日、東京地裁であった、宮坂正俊裁判長は書き込みは、くら社の社会的評価を低下させるものではなく、仮に低下させるとしても、書き込みには公益性があるため違法性はないとして、請求を棄却した、重役宮坂裁判長は、念のために付け加えると、仮に社会的評価の低下があり得るとしても、と前置きした上で、1書き込みはクラ社の表示に対する問題提起であり、公益に関わる内容だ。2クラ社は4大添加物化学調味料人工甘味料、合成着色料人工保存料以外の添加物の使用の有無は、ホームページなどで表示しておらず、書き込みは重要な部分で真実だなどと認定、違法性はないと結論付けた。イカ様臭いという表現についても、上品とは言えないが、意見論評の範囲を超えた表現ではないとした。ちなみに、実際の書き込みはこちらです。ここは無添クラなどと標榜するが、何が無添なのか書かれていない。揚げ油は何なのか、シリコーンは入っているのか、加糖ブドウ糖は入っているのか、化学調味料なしと言っているだけ。イカ様臭い、本当のところを書けよ。市販の中国産うなぎのタレは必ず加糖ブドウ糖が入っている。自分に都合の良いことしか書かれていない。そんなに問題のある書き込みだとは、思いませんけども。くら寿司はこの書き込みに対して、開示請求して開示失敗しています。確かに無添加ではなく、無添くら寿司。って謎の言葉ですよね。普通の企業であれば、こんなスラップ訴訟のようなことは、しないと思います。というわけで、くら寿司は結構アグレッシブな企業なので、今後また新たな事実が判明するかもしれません。とりあえず今は、続報を待ちたいと思います。文春のことだから、後出しでヤバいのを出してくる可能性もありますね。くら寿司は私も好きなので、安心して店に行けるようにしてほしいです。最後までご視聴ありがとうございました。